はい、どうも皆さんこんばんは。というわけで、ククサを材料を仕入れたんで、丸太ね、これ丸太を仕入れたので、やっとククサが作れるようになったんで、ククサを作りたいと思います。それで解説付きでってお願いしますということなので、今回は解説しながら、ククサを作っていきたいなと思います。本当はね、黙々とクラフトやるときは黙々とやるのが一番早くていいんですけどね。まあ贈答品なんで、うちのクサはね、もうあれだけなんで、今作るやつは全部プレゼント用ですわ。なのでやっていきたいと思います。このぐらいあるからね。なかなかこれだけ大きい白樺がね、手に入らないんですよ今。よっしゃ、そしたらやっていこう。これをまず、半分に切ります。半分に切って上の部分をまた半分だから、これで4つ取れる形かな。ではやっていきたいと思います。はい、それではね、これ34センチあるので17で切りたいと思います。ここね、ここで切る。よし。はい、ビッグボーイ使います。この方が早いから。長いっしょ、ビッグは。よし。どこや、ここか。すごいね。よい、こんな感じですわ。これだけあったらごついぞ、これ。よっしゃ、これを半割りにします。はい、それではこれを、真っ二つにします。芯抜くのはまた後ね。とりあえずこれ真っ二つにしなあかんから。大変っすよ。よいしょ。お外でできればいいけどね。気取りどうしよっか。こう取ってこう取れるから、こうがいいかな。よっしゃ、いやー、こっから力技やで。よっしゃ、こんな感じ。うん、これでいけるやろ。で、こう2つに割れたら樹皮を剥がす。ティンダーになるからね、この樹皮っていうのは。で、いつも、キャンプの時に持ってって、ファイヤースターターメタルマッチで、この皮をティンダーにしてます。北地にしてます。よっしゃ、もたやわね。取れるもん取らないとね。捨てるだけやったらもったいないでしょ。よし、よし、上等。これだけ取れたら上等。最高の皮や。はい、それではね、両方皮が剥がせたので、使うところはね、ここですからね。両サイドは切っていきたいと思います。それと芯外しね。芯外さないと割れが生じますからね。
感じですね。でここカップ、カップ取って取ってって感じですかね。いい感じなのじゃん。ここはちょっと足らん。あ、芽が出たねこれ。よいしょ。そしたら芯を外したいと思います。ここが芯なのでこの辺ぐらいから切って、これが芯、ね、で芯が抜けたらこんな感じ。ちょっと切りたいな。一通りの形成はできましたね。こっちカップ側やね。これはこっちや。こっちがカップ側かな。こんな感じかな。よし、でこれでいきます。そしたらね、ブロックの切り出しはできたのでこんな感じですね。一緒、なかなか。こっち側がカップ側、こっち側が取っ手側。これはこっち側がカップ側、こっち側が取っ手側。かな、逆かな。こっちの方が広そうやな。でもな、どっちしよう。こうしようか。で形を変えていきたいと思います。2センチ2センチ取ると削るとき大変なのね。だから 1.5、 3センチの 1.5、 1.5 かな。だから 1.5、 1.5、 あー、2センチ2センチ4センチ取ったら厳しいな。やっぱり 1.5 やね。こことここ 1.5 やから、こことここでしょ。でこうするでしょ。でこれが取ってな、こんな感じかな。よいしょ。でこれで大体で大体くくさってこうなってるから、切っちゃいけないところからここに線を入れて、でここの端からここまでを切ってはいけないと。こうします。こんな感じかな。よいしょ。はい。あとはこの通り型、切り抜いていきます。そしたらね、こう、図柄が描けたので、こことここにのこ入れます。ここまで、ここまで行ったらもう外れちゃうから、ここね、この辺ぐらいまで。
のこ入れて、でこっから斧入れて割っちゃいます。まっすぐになるように固定して、いいよ、で大体何するかな、いいよ。この作業が結構ね難しいんですよ。機械でやったら楽なんですけどね、そうじゃないから。ベルトサンダーがあればね、こんな感じですわ。でこれでそう、ここ切ったの、ノコ引いたの自分で、こうやっててスパッと折れて、めちゃくちゃ怖かったよよいしょ、だからこうやってやるよっしゃ、これで大体いけそうでしょ。もう一回。そしたらね、こう、二つ、こんな感じでなりましたんで、ここから斧を入れて、取っていきましょう。よいしょ。ちょっとカメラ邪魔でね、手がここやから、こんな感じ。これでいいか。できるか。よいしょ。簡単に飛ぶでしょ。切り込み入れてるからね。こっち飛ばへんな。厳しいなそれ。うん。下まで行ってないってこと。こんな感じ、だいぶできてるでしょ。であとはここを掘っていく作業、これが大変なんよ。形成とこれが一番大変かな。さあ、はい、それではね、掘っていってます。これはもうずっとこの作業やからね、ひたすら掘るだけ。掘るのも大変なの。木の芽ってこう、まさめこう入ってるでしょ。だからこっちが削るとこうはいけない、ね、今度こういかない削れていかないね。でここで交わるところでこうなるのね。じゃないと切れないから、これがなかなか難しいね。最初がね大変でした。よいしょ。どん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 壁を掘っていかないといかないね。まあでも鉱部材じゃない限りは目は決まってるから、鉱部材の場合はねもう最悪ですけどね、目がないからもうどっちから掘っても掘れないっていうわけわからん状態になるんだあれは。はい、まだまだ深く掘って壁掘って壁をずっと掘っていかなあかんのが、もう多分これでは無理になってくるから、U 字型のやつをつかないと、シャクっていうやつね。
こっちを使っていかないと今度は中が掘れていかないからね。まあ海外で言ったらこういうやつかな。これがスイス製のやつなんですけどね。日本で言うとこうのみね。これも折りやすいんですけどね。グッと。まあでも大概海外のフック草の作ってるところを見たらほぼこれで掘ってますわ。だいぶ掘ったぞこれ。相当あるでこれ容量が。これだけあったら大概やで。いいでしょう。 200cc 以上あると思う。ほい、一応できた。これだけ掘れれば 200cc は確保してると思う。後でまあ測ってみますけどね。だいぶできたよ。こんな感じ。さあ、そしたら今度はこの角を切って、で、ちょっと薄くします。それからベルトサンダーかな。そしたらここが分厚いので、高さ調整していきたいと思います。そうなのよ。あ、逆か。結構分厚いからな、これ。結構剥がないと後がかい。らしくなってやろ。あとすり合わせていけるかな。うん、いいぐらいにまっすぐになった。よし。あとはすり合わせでなんとかなるでしょう。はい、それではベルトサンダーの方かけていきたいと思います。こんな感じになっております。すげー。
こんな感じ。いいね。おお、いい感じやん。おお、いい感じや。すぐ開いて。よしよし。もう完璧やで、これで。おっしゃ、長いたぞ。おっ。おい。こんな感じ。さあ、そしたら塩茹での工程に入りたいと思います。茹でていきまーす。よいしょ。ちょっと、よいしょ。しまった。あとしたしとことか。ちょっと待って。ちょっと待って。お塩、を75入れます。はいよ。これでタンニンを出して、割れない草を作るんですよね。よいしょ。で、入れるでしょ。入れて、この草が下に沈んだら出来上がり。それまではずっと2時間、3時間ぐらいかな、水足しながら、茹でていきます。で、完全に水分を吸って下に沈下したら、出来上がりです。あとは乾燥作業ですね。はい、茹で上がり。こんな感じかな。これで大体沈んだ感じになりますかね。よし。これであとは引き上げて、こんな感じですね。さあ、そしたら、はい、それではね、これで、完全に沈んだので、これで火に水分は含みましたので OK です。はい、大体これで3時間ぐらいですかね。いい感じになりましたかね。よし。はい、ね、そしてでこれで乾かすのが大体3、4日から1週間でどこかな。天日でこうずっと干してて、だからちょっと時間かかるんですよね。まあ、この後はまた続きは後の話ということで。はい、それではこれで乾燥作業、これで3、4日から1週間ってとこですかね。割れてくる気配がなければ4日ぐらいで、作業に入りたいと思います。では、はい、だいぶ乾きましたね。まあ、これぐらいでいいんじゃないかなと思います。それではここに 5mm の穴を開けて、皮紐を通すところを作っていきたいと思います。で、あとは仕上げの作業ですね。よし。こっちもこんな感じですね。よう似た感じですわ。ちょっとここが心配なんですけどね。どこやったかな？なんか。穴も開きましたので、最後仕上げの彫りの方に行きたいと。はい、それではね、仕上げの彫りの方に綺麗に彫っていきたいと思います。これが結構ね、難しいんですよ。凹凸をなくすように彫っていく。
大体こんなもんかな。凹凸もなく綺麗に削りました。よし、そしたら60番でやっていきたいと思います。これはね、こういうのがあるのね、フラップで。いつもこれを使ってますけどね。60、あ、これ120か。あれ60もう一個あったと思うけど、60と120があるんでね。さあ、それではやっていきたいと思います。それでもヤスリがけ完成なので、こんな感じですね。ツルツルになりましたよ、うん。あとはこっから手がけやね。400番から1200番まで、磨いていきたいと思います。これが大変なのに、手の皮ツルツルになったんね。さあやるよ、大変やで。あ、手伝った。もうようつんねん、ここなって。こう作業してるときは黙々とやってるから、いつもな、喋らへんからさ。で、一人でこう喋っててもアホや。誰かおればいいけど、誰もおらんかったらさ、作業してる時って基本何も喋らんからな。ワンズはそっち側にほらいてるけど、基本こうもくもくもくとやってるからね。いやこれできへんかったわ、どうしようとかないやんか、言わへんやん。一人でおると結構寡黙やからね。こうビデオ回ってたら喋るけど、基本普通家の中では静かやからね。私一人でこう喋ってないからさ、毎日毎日。虫食いがあったのね、だからちょっと穴が大きくなってしまいましたけど。よし、こんな感じかな。だいぶ綺麗になったよ、ほら、つるつるやで。さあ次はこっちもこんな感じでつるつるや。さあ次は800、半分こしようかな。1200までいきますからね。ここまで来たら、あとは磨いて、綺麗になったらオイルフィニッシュね。で、皮紐つけて完成ですわ。もうちょい。楽しいですけどね。自分のんじゃないけど。これもらう人、いいよね。いいよなぁ。私もこれいいなぁと思うんだけどなぁ。
大きいやっぱり白樺があるとすごくありがたいね。いい木取りができるから。でここを尖らせることによってこう一番割れやすいのはここやから、ここが 厚みを増すから。でいつもうちはこう尖らしてるんですけどね、一番脆いから。ここがこっちは大丈夫なんですけどね。丸太の真ん中に近い、まあ、芯は外してますけど、芯からこれぐらいは外してますから、まあ、割れるリスクをちょっとでも減らそうかなっていうので、こういう形にしておりますけどね。おお、 200cc 以上確保してるからいいっすよ。だいたいね、ククサって 200cc も普通入らんからね。最高でも190とかそんなんやから、その点オリジナルはいいですよね。好きな容量を決めれるから。ただ掘るのがすんごいめんどくさいけど、ああいいね。これでオイルフィニッシュしたらめっちゃ綺麗になると思うよ。これもらう人いいよね。大事にしてくださいよ。必死で磨くから。うわ、めっさきれい。よし、こっちもやろう。まあ一つの丸太があったらね、二つ取れるんでね。半分半分でね。なかなか白樺のその太い20センチ以上の丸太が手に入らんからね。入った時は買うんですけどね。はい、それではね、完成しましたのでオイルフィニッシュしていきたいと思います。この瞬間が一番楽しいね。一番好きや。くるみオイルね。もうこのくるみオイルが一番いい。おお、色が変わった。いや、この瞬間がたまらん。あ、くるみのええ匂いしてるわ。よいしょ。どうこれ、綺麗に変わるっしょ。ただの油塗ってるだけやからね、これ。色つけてるわけじゃないからね。天然素材 100% やから。どうすか、これ。一生。よっしゃ、できた。一生。これいいんじゃない？はい、完成。よし。あれがこうなったよ。これが。だってこの上についてたのがこうやからね。こんな感じやもん。これがこうなったよ。もう大概っしょ。よいしょ。な、まあ、皮紐をつけて、よし。これで送る状態にすればいいんでしょ。よいしょ。いいよ。よし。まあいいじゃん。これでどこでも吊り下げれるでしょ。しっかりしてるよ、この紐。あや。ぬめ皮使ってるからね。いいよ。やっかしょっと。油で滑るわ、手が。よし。これでどう？完璧じゃん。いいじゃないですか、なかなか。え、色になって。
まあ、長いこと大事にしてください。割らないように気をつけて。ではお疲れ様でした。